今日お話しするのは食べ方ということについてお話したいと思います何を食べたらいいかという話はよく出ますが食べ方というタイトルではなかなか話はないのではないでしょうかこの食べ方がどう健康に影響するのかということを今日はお話したいと思いますまず胃と腸がメインで今日はお話します胃は主に体力と関係があります 消化に時間がかかりこの消化をするのに体力を消耗するからですですから食べる時間感覚っていうことが大事になってきます最低でも5時間ぐらいは間を置いた方が良さそうです果物の場合はやや消化は早いそうです1日2食が理想的だと言われますがこれは食事の時間が空くのでその間体を休ませることができるからです また、水を飲むときも、あまり熱いもの、冷たいものを飲まないように、できるだけ常温に近い状態で、水は食前、食感などに多く取るようにして、食べているときとか食後には飲まないようにした方が消化を助けます。では、そのほかにどのようなことに気をつければいいのでしょうか。まず、特に砂糖と牛乳を混ざったものは避けた方がいいということですね。これは 砂糖と牛乳は胃の中で発酵を起こすので、これも体力の低下につながります。次に、濃厚な味付け、刺激物は避けた方がいいということです。砂糖の入ったデザートはできるだけ避けて、果物を食べるようにしてください。次に、刺激物は麻薬と同じように、さらなる欲望を起こさせます。ますます刺激の強い濃い味を好むようになり、知力や道徳心が弱くなります。 家の刺激はますます強くなり、血流は炎症を起こし、動物的な性癖が見られるようになります。胃の調子が悪く、頭痛や気分が悪くなるケースでは、糸の関係があるかもしれません。次に腸についてお話したいと思います。腸は栄養の吸収だけではなく、免疫や精神状態とも大きく関わりがあります。胴内細菌は、 ストレスを受けると分泌されるアドレナリンなどの受容体を多く持っており腸内細菌の状態に影響を及ぼし腸内のバランスを崩してしまいますあまり知られていませんが腸はセラトニンなどを脳よりも多く生産しており体内で一番多く生産していますこのセラトニンが瞑想神経を通って脳に入っていきます 以前は血液関門を通って脳には入らないと言われていましたが今は瞑想神経を通って脳内に入っていくことが分かっていますつまり腸の状態はセラトニンなどを通して脳に大きく影響を及ぼし精神などを支配しているとも言えますまたセラトニンはメラトニンなどとも関係があるため睡眠にも影響を及ぼします睡眠中は記憶の整理などもしますので そういったところにままで影響を及ぼしますつまりどんな食べ物を食べてどのような環境にいるのかで精神は影響を受けているのですまたその精神が健康に影響を及ぼしていきますまた腸には無数の微生物腸内には無数の微生物が存在しており抗生物質を使うと全て腸内細菌は死にます腸内環境を守るためには 複数の発酵食品は取ることをお勧めしますぬか漬け、納豆、玄米など種類の違うものを分けて食べましょうまた、排便の正常化も重要な項目の一つです水溶性の食物繊維を摂ると腸内の善玉菌が定着しやすくなり腸内環境を向上させますどうでしょうか、今日のお話は少しお役に立ったでしょうか もしお役に立ったと思う方がいらしたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。